エルフを狩る者たちは、矢上博士による日本のファンタジー漫画作品、及びそれを原作とするテレビアニメ作品。本校では続編であるエルフを狩る者たちリターンズ及びエルフを狩る者たちにについても記述する。異世界に召喚された主人公たちが自分の世界に帰還するために必要な 呪文のかけらを集めるために旅を続け、各々の得意分野を生かして、女性エルフの体に張り付いている。呪文のかけらを見つけるためにエルフを、次々と脱がしていく、ファンタジーコメディ。月間電撃コミックガオ。基本的に1話完結の構成だが、第4巻から第5巻にかけて、同音編を、第11巻では、ガオ。未掲載の書き下ろしの長編を収録している。 1996年10月より本作を原作とするテレビアニメが深夜アニメとして放送され続いて1997年10月より第2期となるエルフを狩る者たち2も深夜アニメとして放送された2007年には続編となるエルフを狩る者たちリターンズを短期集中連載2013年よりエルフを狩る者たちにを連載全員10巻 とある事件で、召喚魔法の使い手、セルシアマリクレールによって現代日本から、ファンタジー世界へと召喚された、竜像寺淳平、小宮山愛理、井上律子の三人だったが、日本に戻るための召喚呪文が、儀式中の事故によって飛び散ってしまう。若い女性のエルフの肌に模様として貼り付いたという五個の呪文のかけらを探すため、 世界中のエルフを探し出して脱がしまくるエルフを狩る者たちの旅が始まった。前述のエルフを狩る者たちの続編にあたる物語。副題は人望超過冷戦期。2007年11月号より5号にわたり、ガオの創刊15周年記念企画として短期集中連載され、単行本日巻が発行された。前述の エルフを狩る者たち、エルフを狩る者たちリターンズの続編にあたる物語。副題は、今度は妹を狩る者たち。無料ウェブコミック誌、コミックメテオにて2013年1月30日から2018年1月10日まで連載。声は、アニメ版における、声優。一世界に召喚され、日本に帰るために必要な呪文のかけらを創作する。 旅を続ける純平たちのパーティー。近接戦闘能力に優れた、純平、頭脳派の策略家である、アイリー中、遠距離を制する近代兵器マスターの律子と、異世界でも類を見ない能力の持ち主である三人で、当初は、エルフ狩りを続けていた。しかし、捜索状況が思わしくなく、それまで、純平たちと敵対していたエルフの、超、 セルシアが協力を申し出た。魔法を得意とするセルシアの加入により、さらに強力なパーティーと化した。エルフを脱がしていく彼らの悪名は高いが、彼らと関わったことで好意を覚える者も,もいる。2ではマイが、新たにメンバーに加わっている。作品内に登場するエルフは、基本的には長く尖った耳を持ち、人間よりも潜在的に魔力を持つ。 普通の人間の約10倍の寿命を持つ者も,もいれば、根欠などで普通の人間と寿命が変わらない者も,もいる。広い意味で人間タイプではあるが、植物や精霊の一種のエルフも存在する。作中における世界は作品の主たる舞台となる異世界と純平たちの故郷である日本の二つに大別される。2で精霊界エルディーナが追加される。 作品の舞台となる、いわゆる、剣と魔法の世界。人間だけでなく、セルシアのようなエルフやア族が暮らしている。日本と違い、食物の見た目と味が異なることが多い。通貨の谷は G。天文学においては、天道説が取られている。純平、愛理、律子の故郷であり、彼ら三人が帰ることを望む世界。なお、日本は普通は、 地名ではあるが、作中では異世界から見てのもう一つの世界として扱っている。二の舞台となる新たな異世界。セルシアが住む異世界と違って、ほとんどの住民がエルフ族であり、他は獣人をはじめとしたア族で構成されている。今のところ人間は登場していない。第一期は1996年10月3日から同年12月19日まで。 テレビ東京にて放送。全員12話。第2期は、エルフを狩る者たち2というタイトルで1997年10月1日から、同年12月24日まで放送。全員12話。次回予告の締め台詞は、第1期では、来週も起きてろよ、来週も起きててね。第22期では、おかわり、もういっぱい。放送日はテレビ東京での放送時による。 アミューズピクチャーズより発売。テレビ放送時の女性のヌードシーンの露出の度合いがやや多めに修正されている。1996年に TBS ラジオにおいてラジオドラマが放送された。キャストはアニメ版とは異なっている。ドラマ CD として全3巻が発売されている。原作、ヤガミヒロシコーセイ、アミヤマサハル脚本、アミヤマサハル。 山田健一久保田正史演出、佐藤司音楽、伊藤義行隆三寺順平、辻谷康二小宮山愛理、久川綾井上律子、山崎若菜セルシア、東間弓ナレーション、森川智之いずれもアルトロンより発売。エルフを狩る者たち2に関するカテゴリー。ありがとうございます。